なんだこれ。皆さんどうも、ピーマンドウエスというわけで、今回、ダークソウル3実況7回目になりますよ。前回の続きでね、このロスリックの攻撃から始めていきますので、全然進展がないんだよね。本当に死にまくってますよ。前回は最後ここで死んだんだよね。あの黒騎士2体いるのややこしいよな。騎士が2体いるのね。どうしようかな。1体引きつけて、かも。来ないか。弓矢で引きつけるか。じゃないと2体同時だと確実負けるからね、1体でも倒せないのに。やめてほしいわ、ほんと強いんだな、こいつが。6棒、はい、設置完了。ありがたい。で、盾持ち、ちょっと待てよ。盾持ちはスルーで、盾持ってない方を引きつける。一緒に行動すんなよ。仲良しでもないでしょ、そんな。そんな仲良さげに見えないもんね。よし。カモン。はい、オッケー。は？外すんかい？嘘でしょ？ What？ よっしゃ、気づいてくれた。ありがて、結果的に良かった。外しちゃダメでしょ、弓矢。あ、お前も盾持ってんのか。はい、死ね。オッケー。落ち着け、荒ぶるなよ。はい、剣めっちゃ伸びてくるね。よし。はい。慌てず行けば倒せる。前回の俺は慌てすぎた。よし。まあ、エストビン1個飲んでますけどね。そういうとこは気にしない。後ろをついて、致命の一撃いいんじゃない？気づいてる？ゴー！よし！えいー！あとは立つとこ切るだけ。はい、死ね。おー、イエス！ナイス！ふぅー！よかった。前回の仇は取れたね。で、いろいろと行く道がたくさんあるな。こいつは倒してもまた復活する敵だからね。どうしようかな。まずこっち下から行こうか。下はいけるか。ほんと、めっちゃ道あるね。うわ、またなんかいいんじゃねえか、お前。おー、騎士か、また。え、なにあれ、騎士。いや、違うね。さっきの騎士とはまた違う。ちょっとした骸骨だな。ちょっと待てよ。みんなここで死んでるんだね。結婚どんだけあるんだよ。殺されすぎだろ、ほんとに。わ、騎士いるし、嘘だろ？めっちゃおるやん。俺この2体で終わりかなって思ったら、めっちゃおるやん。まあ、倒せるからいいんだけどね。みんなここ大量死んでるよ。ゴー！あ、取れなかった。まあ、いいか。えい。危ない。で、最後の月。これね。おーしね。パターンは読んだ。アイテム落とすか。落とさない。オッケー。アイテム発見。ルルルルルルン、なーに？おぉ！ルツエルン！ルツエルンとは何でしょうか？すごくかっこいいね。ルツエルン、どこにある？ルツエルン、レイピア違う。あ、これか。何が足りない？あ、筋力か。筋力15もいるんだね。マジで？結構強そうな武器だったんで使いたかったんだけどね。まあ、ソウルの方もね、だいぶ溜まってきてますから、まだ1000だけどね。またレベル上げて筋力を強くしていかないとね、やっぱパワーって何よりも大事、体力よりも大事かなと俺は思ってるんでね。次下行こうか。あの2体いるのがややこしいんだけどな、2体同時になるとちょっと厳しいぞ。よし、来い。いや、気づいたら来いよ。盾持ってる方は多分すぐ倒せると思う。盾持ってない方がすぐ倒せる。盾持ってる方倒すのちょっとめんどくさいよ。いや、来て。届かない、嘘だろ。なんあ、どっちも盾持ってんのか、こいつら。あかん。二体同時になったら確実に負けるね。よし、来い。え、奥の気づいてる？ゆっくりと来てるけど。え、気づいてんの？あ、よし。あー、ノー！よし、死ね！うん、強くはない。あー、バレた。カモ。おら、ゴリ寄せる。死んでまい、バカタレ。ふぅー、危ねえ。What?どこじゃ、うわ、お前か、お前なのか、いた、燃えてる、死んでまえ、バカタレ、やめろ、燃やすんじゃねえ。ほんで、この下行ってみよう。って、何がある？え、何これ？さあ、気になったけど、これ白いの何なのこれ。あ、なんでもないのか。え、ちょっと待って、これ、ボス戦っぽくない？雰囲気的に。え？入ってみよう。失礼しまーす。誰か、いますかーって。誰もいませんよーって。
誰もいませんね。あ、何も来ないわ。俺ボス戦かなと思ったんだけどね。雰囲気は完全そうだよね。はい、ボス戦だ。あ、違うのか。ん？嘘ですやん。何これ、ボスじゃねえか。先に行かせろや。なんだこれ、めっちゃ強そうだぞ。お前ラスボスじゃねえのこれ。出てくる順番間違ってない？冷たい谷のボルド、風の谷のナウシカみたいな、やめろそんな。こんなん絶対無理だろお前。どうすりゃいいんだ。でもスピードは遅そうだね。危ない危ない危ない。とりあえず初見だ。初見でクリアできるように。危ない危ない危ない。攻撃は遅いよ。ダメージも食らう。あ、いけるわ、いけるいけるいける、全然問題ない。危ない危ない危ない。攻撃は絶対避けないとダメ。危ない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 。あー、そこでガーンってくるんだね。危ない危ないというか当たってるし。あの、死ぬ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 。あーあー、初見でのチャレンジは見事失敗だ。倒せないこともないよこれ。いけるいけるいける。なんだろう、いつもねダークソウルとかこのソウルシリーズのボス戦は無理だ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 っていうのが基本俺なんだけど、初見だとね、いや全然問題ないね。ノープログラムと言っておこうかな。うん、いけますいけます。パターンさえ読めば、パターンさえ読めばって簡単にパターン読めるもんね。 OK GO レッツゴー。ここちょっと面倒だぞ。もうここ全部ゴリ押しでいこう。よし。敵来てる？あ、来てないね。いつも襲いかかってくるんだけどね。さっきも襲いかかられたんだけど。来なかったね。とにかく一発一発避けて、ほんで一撃与えていく。基本一撃だと思う。ダメージはめっちゃ食らうからね、普通に。斧とかよりもちょっと、もうちょっと身軽な方がいいかもしれない。斧やめようか。どうしよう。とりあえずこれ上に上げたいんだけど。あ、こっちか。上に上げられないんだね。オッケーオッケーオッケー。普通のソードで行ってみようか。ガードしてもあれはダメだね。ガードしても普通に跳ね返、というか飛ばされると思うんで、両手持ちで、とにかくダメージを与えることだけに目標を縛ってね。てっきり俺この上行ったらボス戦になるかなと思ったら下だったんだね。上もまたボス戦の雰囲気あるけどね。じゃあ、とりあえずガムシガムシガムシ。ゴリ押しゴリ押し、いけるいけるいける。よし行こう、セカンドチャレンジ。十分にいけるわ。慌てなければ、慌てるからいけないだけで。はいはい、タイミングよくね。当たらねえ、嘘だろ。ワッツ、中入る、中入れば OK。 よし、あ、斧の方がいいかもしれない。斧の方がいいね。一発が違いすぎるわ。あぶね！隙も持ってるからな。俊敏すぎるな、動きが。あぶね。あの！あ、よかったよかったよかった。中いればほんと安心だね。いやいや、ほんとイージーだよ、これ。中いればオッケーだ。あ、ノノノノノ！エストビン回復遅いわ。イエス！何？うわぁ、もうまた来た。これパターン変えてくるパターンのやつだろう。何何何？動き早くなってんじゃねえか。吹雪？ノー！お前は命しか止まらねえ。何何何何何？なんか溜めてる。オーマイガー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 。うわ、これマジか。パターン変わらなければ余裕でいけたんだけどね。ちょっと待って、これ攻撃チャンスなくないか？こんなずっと突進されたら無理だぞ。危ない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 。攻撃力も上がってるし、当然ちゃ当然だけど。エストビン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 遅いって。飲むの極リンパやっとる場合じゃねえんだよ。モンハンかお前は。変なとこ真似しなくていい。モンハンのダメなとこ真似しなくていい。わーお、中いても当たるんかい。あ、終わった。危ない、ギリギリ避けれた。
ノーノーノー、正面赤、正面赤、正面赤。よし、あの叩きつけ絶対中いたら当たる。ノーノー、あと一発、あと一発、あと一発。ちょっと待って、あと一発なのに、あと一発なのに、あと一発なのに、なぜ攻撃しない。原因不明、意味がわからない。とにかくエストビン飲むスピードをもっと上げてくれ。もうダメ、モンハンの悪いとこ真似しすぎ。真似してんのかどうか知らない、意識的にしてんのかわからない。極リンパってやってる場合じゃない、ツッコミどころ満載。本当にやってるプレイヤーは地獄ですよ、こんなもん。モンハンじゃねえんだからさ、本当に。モンスターハンターなのかな、モンスターハンター3なのかな。あ、そうなの、ああ、そうなんだ、だから面白いのかな。いや違うでしょ。ああ、いや、火炎壺次セットしていくわ。とりあえずね、あの半分になると姿変えることは分かったので、あれになる前にまずエストビンを一個も使わないことだね。うんうんうん、あそこまでは簡単だよ。攻撃も避けれる、十分に。いけるいけるいける。あと一発だったんだけどね、ほんと。ちょっと怖くていけなかったな。あそこまでにエストビンを全部消費してるようじゃダメだよな。何してんの何してんの、どけよお前。どんだけ振り回してんねん、こっち来いバカが。殺すぞお前。あっぶね、恐ろしいやつですよ。下行きまーす。グッバイエン、落ちてくんなよ。よし、来なかったね。ふう。えい。いや、全然いけるわ。ほんで、氷状態になったらちょっと火食らうとかいうパターンじゃないの、もしかしてね。これだから俺今火炎壺出したんだけど。でも基本中いたら当たらないからな。ほんといける、全然だわ。イージーイージー。いや、サードチャレンジだ。絶対いけるよ、これ。いや、ほんと自信に満ち溢れてる。こんなに俺が自信で満ち溢れることも人生一度か二度しかないからね。相当のことだよ。行こう行こう行こう。サードチャレンジ。やっていこう。全然問題ない。え？びっくりした。え、これいきなり氷状態じゃないよね。違うよね。よし、違うね。びっくりした。なんか氷まとってるように見えたからさ。ちょっと持久力が欲しい、今日この頃だね。持久力がもっとあれば。いけたんだけどね。こう、月がちょっと怖いね。月のタイミングがいまいちわからん。それ以外の攻撃はほんと中入れば簡単。よし、いいぞ。変身来るか、変身。何？何ぶっ刺してんの？ What？ What？ 燃えろ。え、全然食らってないんですけど。 What？ What？ 今火炎壺投げたけど全然食らってなかったよ。こっから食らうようになるのかな。よしよし、吹雪吹雪、これ絶対当たったらダメだ。怖えな、これ。うそー。わ、全然じゃねえか。何、関係ないのね、氷になるからさ。てっきり火炎壺有効なのかなと思って、全然じゃないっすか。てか食らわなさすぎじゃねえ、火炎壺。これある意味あんの、使う意味あんの？全然ないと思うよ。うわ、もったいね。普通に攻撃してたら今勝てたな。もったいない。カモカモ。あぶれ。よし。あ、ノー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 。危ない危ない危ない。これはあかん。あぶれ。ギリギリセーフ。よく避けた。自分を褒めてあげたいですね。今何をしたいか。自分を褒めてあげたい。避けれなかった。あー、ダメだ。ミス多すぎる。集中力完全に切れてんな。あー、ダメだ。あー、ギリギリ避けれた。よし。うわー、もう一発欲しかったな今。で、エッサイ回復マックスにしとくわ。あとはもう攻撃するだけだ。よし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 。よしよしよっしゃー。
レッツゴー。4回目のチャレンジにしてようやくいけた。冷たい谷のボルド討伐完了。イエス、フォー。冷たい谷のボルドのソウルゲッチですわ。オッケー。で、ここかがり火になるね。よっしゃー。いやでも強くなかったね。あ、扉も開いた。綺麗な景色が広がるよ。俺は勝者だ。やったんだ。みんな俺はやったぞ。俺はやった。そうだよ、俺はやった。評価しとく。悪評じゃないよ、評価しとくよ。俺もやったぞ。お前だけじゃないぞ。えい、ー、おわー、なんかまた下に4月繋がってる。え、ここで行き止まりか。なんだ、なんかを掲げるってあるね。まあまあまあ、待て。まあ待て。まあ待て。落ち着け。旗を掲げる前にですね、一旦この、ちょっと、ソウルをですね、使っていかないと。はい。で、一旦戻りましょう。どこに繋がるんだろうね。これまた別のエリア行けるってことだよね。ただね、まだここの場所いろいろと回ってないので、まあ、とりあえず一旦戻りましょうか。はい。余裕だ。今回はちょっと余裕だった、本当に。中に入っときゃ当たらないっていうね。これ優しいよ、正直。まあ、変形するのはちょっとあれだけどね。ああ。中にいたら当たらない。ダークソウル3に、ダークソウルにしては優しい敵が出てきたなっていうのが個人的な感想だけどね。この敵もなかなかいないよ。うん、レベルアップ。よろしく。何しようかな。生命力。うわ、1個しか上げれねえのか。じゃあ、持久力で OK だわ。持久力は何よりも大事だからね。うん。行ってくるわ。お前の話は全部聞かねえ。長いからね。で、さっきの場所に戻って、どこだっけ？ボルドは冷たい谷のボルドね。ここのとこ戻って、なんか旗を掲げるって今あったので、その旗を掲げましょう。どうなるんだろうな。わかんねえ。初めてだからね。これが、初めてのボス。まあ、チュートリアルのボスを除けばね、初めてのボスですよ。いや、いいじ。これ倒して喜んでるようじゃダメだよ。これに4回もかかるようじゃダメだよ、まず。本当に簡単だったからね。なかなか本当いないよ、ソウルシリーズで。中入っときゃ大丈夫って。大抵中も潰し、むしろ中を潰しにかかるからね。そういう敵ばっかだったので、ここまで。この作品はね、ちょっと驚いてる。優しさに。ほんで、どこだ？旗を掲げる。ここだ。ほらね、ほら、なんかあるでしょ。あ、持ってない。ほんとだよね。持ってなければ意味ないよね。どこで手に入れるんだ？てっきり持ってんのかなって。俺の知らない間持ってたんじゃねえのかなと思ったら違うんだね。持ってないんだ。オッケー、わかりました。じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思いますのでね。とりあえずこの旗を掲げないとなんかダメらしいので、次回この旗多分このロスリックのとこにあると思いますので。まだ上も回ってないしね。俺今回下来てボス戦になったけど、むしろ上の方がボス戦の雰囲気満載なんだよね。だから次回はあのまま上に登ってですね、いろいろと探索して、もしかしたらボス戦もまたあるかもしれませんのでね。次回のダークソウル3実況も楽しみに。今回無事、ボスの方を討伐することができました。ありがとう。グッバイ。また会おうぜ。